まあ、さほど難しくないのでですね、ぼちぼちやりましょう。はい。はい。承認したら、僕の方のパソコンが見えましたか？こうやってね、これリモートって言うて、人のパソコンを覗けるんですよね。ざっくりセットしてありますので、MIDI のデータって言って、こういうようなね、画面の下の方に、こう、出てて、これピアノ、今、紫色ので、ピアノでこうやって、MIDI っていうのが入ってるんですよ、こうやってね。いわゆる音符ですよね。音符は、こんな感じで見れるんですけれども、さくらちゃん、ここに小さい、トーン記号あんの見えます？はい。はい。このトーン記号、そっちのマウスでピュッと押してみてください。はい。それをピュッと押して。そしたらほら、こんな風に、ピュッと楽譜になるんですよ。うん、はい。で、これを、普通に再生したらどうなるかって言ったら、再生はね、この画面の下の方に、ここ、見たらわかる再生ボタンみたいなのあるでしょう。ここでこの再生ボタンを押してみてくれますか？はい。こんな風に再生できて、こんなやつね、まあ、ピアノの絵が描いてあるからっていうことで、ピアノロールって言うんですけれども、ここで編集したりもできるんですよ。ここに、ほら、長い音符あるじゃないですか、ここにね。それを、ちょっと、一個下にピュッと引っ張るように、マウスでできますかね。はい、どうぞ。それを、はい、下に下げてくれる。おお、そう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 。そういう風に、ちゃんとこうやって、編集ができるんですよ。元のとこにもう一回戻してもらいましょうか。そうそうそう。もう一つ上かな？もう一つ。そう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 。そんな感じで音が編集もできるし、もちろんさっきのね、この音符のマークででもこれをこんな風にピューとしたらこれ戻るんですよ。こうやって編集ができるので、音符の得意な人は音符で書いていくこともできるし、パソコンならではのこんなようなやつで書いていくこともできるんですよ。ここまでわかりました？はい。はい。で、これで作ったピアノがこうあるんですけど、ピアノもそうですし、このなんかギラギラギラっとなったこんなやつね。これが普通に録音したやつなんですね。こういうやつをオーディオデータって言って、で、さっきのこんなやつをミディデータって言うんですけれども、ピアノ習ってても案外どんな音大とか言ってる人も、コードってみんなわかりにくいんですけれども、ここにこれさっきと同じデータがあるでしょう、オーディオ。このオーディオは、オーディオだけ例えば鳴らしたらどうなるかっていうと、これはほんまのポケモンのカラオケですから、こんな、カラオケがあります。まあ、このカラオケが、もしこうじゃなくて、桜ちゃんがピアノ弾いたやつやと仮にするじゃないですか。これがね。そしたら、これをビューンと、ここ今青いのいっぱい並んどるけど、ここのとこまでビューンと上引っ張って上げていってくれますか。あ、そうそうそう、そこでいいよ。はい、OK。こうやって勝手にコードがほら出てるでしょう。はい。こんな風にコンピューターが自動で、あ、このコードは何かなとか思って、こんなことまでこの頃のコンピューターはできるんですよ。そして僕ちょっと前もって準備して、こっちにもちゃんとしたこういうコードを全部つけてあるんですけれども、特に現代のポップスっていうか、こういうアニメソングとかは、普通のクラシックで習ってきたようなピアノじゃなくって、案外コードっていうのが重要になるんですけれども、どんなことができるかって言ったら、ちょうどほら、これ上に番号1、2、3、4とかこう振ってあるでしょ？これ。わかる？うん。これが小節番号なんです。こっから3小節目、4小節目、5小節目、そんな感じで、そこにいっぱいのいろんな楽器が、これ全部楽器なんです。いろんな音が鳴るんですけれども、この
右側のところからベースを打ち込んでもらいます。ベースとかなんて弾いたことありますか？ないですか？あります。あ、ありますか。ああ、そうか。お父さんベース好きやもんな、はい、ここの中でロイヤルを引っ張っていってください。そう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 、うまいね。そしたらこういうのをまあベースの音を入れるとか言うんですけれども、このトラックにベースの音の作るやつを入れたんですよね。これどれになってるかっていうと、このところにベースのソフトをちょっとまあこういうも、ここはまあ今覚える必要ないんですけれども、ここに音符をちょっと書いてもらいます。ここにいろいろ鉛筆とか道具が上の方にあったりするんですけれども、入れたいとこへこうやって、この歌は3小節目から始まってるじゃないですか、ここね。で、だからここは僕がちょっとやりますけど見ててください。3小節と4小節やから、ここに半分の2拍分ね、4拍あるうちの2拍分をここに箱作りました。箱作ったら、ここのところにもっと大きくするね。ここに C の4って見えてます？はい。はい。それを、これ鉛筆マークで、ここの C の4のここの先頭のところへ、ピュンと押したら入るんですけど、その前にやっとかんなんことが、音符これから入れるから、これは、四分音符で1拍分じゃないですか、これね。今、半分入れたいから、ここに半分の箱つけたから、半分の二分音符を入れます。それをこの銅のここのところにピュンと押して入れて、トンと押すだけでいいんですけど、入れてみてください。C の4のところに。お、こう音がペーンとやかましいほどに入りましたよね。で、これね、先頭から行ってないじゃないですか。この先の方に持っていったら、ちょっとアイコン変わるんですけど、できるかな？もうちょっと微妙なところで、ちょっと違う。それ消しゴムか。もう一回、いや、消しゴムで一回消そうか。消しゴムでピーンと消して、もう一回先頭のところになるよ。そう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 、その辺に。お、そう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 。そうやったら、先頭に入って、で、今ね、どんな和音入れてもらおうかと思うんですけど、上に F って書いてあるから、F を入れたい。今はたまたまドを入れてもらいましたけど、F っていうコードは、コードのことってさくらちゃんあんまり知らんって言ってたかな？はい。はい。F っていうぐらいやから、音符やるときに、このドを、C っていうねね。アルファベットの C で、で、一個ずつ上がってて C、D、E、F、G、で、A になるのね。G の次はまた A になって、A、B、C と。なるようになってるんですよ。そのことぐらいは知ってた。知らない。あ、それは知ってました。はい。じゃあ、F 入れたいんだけれども、F のコードって言ったらファラドなんですよね。なら、これちょっと一回消して、この F のところに書いてくれますか？今みたいに、ドを入れた時のように、そう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 、そこに。そうそう。で、それで F 入ったから、次はファラドやから、ラーを入れてください。それは、そうかな。もう一つ上から。もう一つ黒鍵があって、もう一つ上かな。そう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 。それの先頭。もうちょっと前。もうちょっと前。そう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 。はい。で、銅だけど、ちょっと銅見えにくいときは、マウスのところに真ん中についてる、ぐるぐる。そのスクロールをぐりぐりとした上行ったり下行ったり、そうそう。反対の方やな。反対に回して。そうそうそう。それで銅のところにもう一回入れてください。はい。はい。まあ、これで、ファラドの和音が入ったことになりますよね。これでね。はい、で、これファラドの音やから、こっからが、そんなことできんのっていうぐらいすごいことをやってもらいます。これで、ファラドの箱をカチンと押しといて、一回押しといて、そして、そっちからでいいんで、パソコンキーボードの D のキーを、そうやったら、ほら、複製できるね。D の D は、英語で言う、デュプリケートの D なんですけど、そしたら、これで、ちょっと、こう、もう、全体見えるようにしとくから、これで、D いっぱい押してください。ずーっと、もう曲の終わりまで、ずーっと D。はい。まだいけるかな？まだまだかな？もうちょっと。
はいはい、オッケーオッケー。はい。行き過ぎたとき、じゃあどうしたらいいのかなっていうことになると、ここで、まあまあ、ここの青いところまででもういいから、そういうときって、僕が一回見本見せるね。ここのところのトラックちょっと大きくしときます。ここぐらいから、ピューンとこう、なぞるようにしたら、こうやって、いらないとこが選択できるんですよ。やってみてください。そうそう。何もないところから、ビーンと。そう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 。OK。上に消しゴムのマークあるから、消しゴムのマークちょっと取りに行って、そうそう。そう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 。それで、それカチンと押して、はい。で、それでもう一個ずつでもいいから、ポンポンポンと、今いらないところを消してください。はい。おお、いっぺんに消えた。そうそう。なんでいっぺんに消えたかっていうと、さっきほら、選択してくれてあったからだ。ね。今で、まあ、必要なところに、ほら、こうやって、C の和音ばっかり、どん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 と入ったわけね。そしたら、そんな C ばっかりでみたいな音楽作れないじゃないですか。はい。はい。だから、どねんしたらいいかっていうと、ここに、この今トラック、これトラックって選ぶのこうやったら選べれるんだけど、このここのところで、その下、あ、そう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 。そしたら、パラレルとか、ナローとかあるけど、今はパラレルを選んでください。はい。あ、もうちょっと下やったかな。はい。はい。そしたらほら、音符が、ビュッ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 と変わったでしょ。はい。はい。これなんで変わったかっていうと、ここに上に書いてある、この、A マイナーとか D マイナーとか書いてあるやつに自動的にビレンと変わってくれたんです。こんなこともできるソフトもあるし、できないソフトもあるんですけれども、先生のところのやつはこんな風に、できるソフトで、普通、まあ音楽作るときにいわゆる打ち込みって言ってこれを一生懸命これ入れるんですよ。C は何やったかな、F は何やったかな、とか言うて、これ入れていかないといけないんですけれども、もう入れなくても C をビャーンと複製しといて、そしてコードに、右へなれってしたら、もうこういう風になるんです。で、なってどうなったかっていうと、ちょっと聞いてほしいのが、VB ロイヤルって書いてあるこの右に小さな、あの、鍵盤があるでしょう。その鍵盤ピュンと押してください。一回だけ。はい。押したら、このさっき入れた楽器のソフトが出てくるんですけれども、で、ここで、まず、音を鳴らす前に、ここにあの、ラッチっていうのがあるんですけど、ラッチって何かっていうと、ずっと音が鳴りますよっていうやつなんですけど、ここで、音大丈夫かな？これで。こんなリズム、ポケモンのリズムには、あんまり、良さそうじゃないじゃないですか。はい。はい、ほんなら、ここをこう変えていくと、こうやってパターンが選べて、ここの左側のとこは、英語でコモンフレーズって書いてあるんですけど、コモンフレーズっていうのは、一般的なっていう意味で、まあ、ベースだったら、こんなんがいいだろうっていう、まあ一般的なんだけれども、こっち側はどういうのかっていうと、こっちに鍵盤が1オクター部分がありますけど、これを、ここを選んで、ここを選ぶと、ここをちょっと選んでいってみてください。なんかちょっと合いそうと思うところまで、はい。もっと速い感じのリズムがかっこいいよね、多分。ずーっと。これもう100ぐらいあるから、どん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 送っていってくれたら。お、だんだん良くなってきたぞ。こんな感じぐらいやったら合うかもわからんよ。ね。はい、ほんで、なんかね、だいたい合ったかなと思ったら、この、1オクターブのところをこう変えたら、これに似た感じで、いろいろこの下側のね、発見のところを押してもらったら、ちょっと、
これのうちのどっちがええかなとか、ちょっと押してみ、その下、もうちょっと下、そうそうそう。もええかわからへんよ。やっぱしっかり動いてね。はい。じゃあこれで一回止めます。そしたらこれで行こうと決めるじゃないですか。はい。もうそれで上ピアノ鳴らしとくよ。ピアノは今切れてるからピアノも鳴らしておいたら、これでもうここから、さっきと同じように画面の下の再生ボタンを押してみてください。そしたらもうはい。こういう風に、ちゃんとコードに合わせて全部弾いてくれて、なんかちょっと今、もたってるような音やったけど、これがね、めっちゃ変わったエフェクトがかかるようになってて、だから本当のベースの音にしようと思ったら、ここをオフにしたら、音ができて、で、ここを変えていったら、ちょっとベースの音が変わったり、鳴らしながら、あ、やっぱりちょっと合えへんかなとか思ったら、こうやって変えていくの。ちょっと選んでみて。その12個じゃない、下の8件の中で、まあ、どれか一番合いそうなんを、で、決めましょう。さくらさん、先生な。もうバッチリバッチリ先生が思ったのと一番合うよね、これがね。はい、うん。で、ほなこれで、ベースが、これ普通だったら、今、全く知らないさくらちゃんがやっても5分もかからんだじゃないですか、ベースやってしまうのに。はい。こんな感じで、今まではこれを音楽のアレンジの仕事を受けたら、このベース打つだけで、まるまる一日かかったりしてたんですよ。それが、もうこんな形で、ぴゃぴゃっとできて、じゃあ次は、ここに、ギターを入れましょう。ここでもう多分、気ぃついてきたと思うけど、自分が得意とか得意じゃなくても、一番得意なのはやっぱりピアノかな？はい。はい。ピアノだけやってる人っていっぱいいてるわけやけど、な、ベースなんか持ったこともないと、たまたま桜ちゃんはお父さんがベース持ってるからやけど、そうじゃなかったら、ほとんどはピアノ習ってるお友達いっぱいいてると思うけれども、ベースなんて持ったこともないっていう人が、ベースを入れてしまえるという、その凄さというかね。で、今度は次ギターを入れるから、ギターもせっかくこんなんやから、ちょっとかっこいいエレキギターを入れてみるので、ここにスパークルっていうのがあるので、これをまたこの下のこのちょっとスペースのところにビューンと引っ張っていって、そう。ちょっと、はい。これがスパークルっていうやつね。これもさっきと同じ方法で、ここのところが、ここと連動して、ここには、さっきこの矢印ボタン押してもらったけど、ここにこんなたくさんあるのね。パターンが。そして、パターンかける、ここの掛け段分があるっていうことやから、もう1000ぐらいあるわけね。うん、弾き方。で、なんぼプロのギタリストさんでも、いろんなパターンでギター弾いてくださいって言うたって、じゃんじゃかじゃんじゃかもあるやろし、んちゃ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 んもあるやろけれども、線も弾けって言うたらプロでも弾けないじゃないですか。でも、ここでさっきのように選んでいく、もしくはこっちのさっき言った一般的なフレーズ、この中か、もしくはそこでも見つからなかった。まずこっちでこう、
探してみて、もう合うのがあればこっちでいいんやけど、なかったら、あの、先生も英語苦手やからあんまりわからへんねんけれども、ここに、まあ、ポップスだったらポップスとか、ここなんかいろいろあったりして、こうやってピャッピャッピャッと選んでいきながら、このぐらいだったらまあ合いそうと思ったら、次はここの中でこうやって選んでいく。ここは、あの、黒鍵を押してもいいから、全部で12個なんだけど、この右にスリープって書いてあるぐらいだから、こいつはならないんですね。これで、じゃあ、さっきと同じようなセンスでですね、これしたら、じゃんじゃん。はい。こうなってるので、これで、これ気に入った？はい。はい。さくらちゃんは案外こだわり屋やな。うん。あ、でも、ね、いい音楽センスしてると思うで。黙って聞いてみてたけど、僕が仕事ででも選びそうなやつを選んでる。次は、さっきベースはもう簡単にワンパターンで、入れたけど、ちょっと応用をやりますが、応用するんだけれども、でも、やる基礎は基本的には一緒で、さっきから僕これ大きいしたり小さいしたりしてるでしょ。これちょっと難しいんだけど、上のこのメジャーというか物差しみたいに書いてあるところのとこを押しながら、こう下にやったり上にやったりしたらビン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 、この大きいしたり小さくしたりできるんですよ。一回ちょっとやってみてください。押しながら下に引っ張ったり、そう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 、これで拡大縮小が全部できるんですね。そのままピューと横に押したままで引っ張ったら、ほら、今一番僕前を見たいんだけども、ちょっとだから上に上げ気味の、で、そう、先頭見えたでしょ。先頭見えたら離して、今度は先頭のところを大きくしたいから、この先頭のところぐらいで、ジューンと下に下げたら、そこがほら大きくなる。はい、これでよくわかるようになったんで、はい、これで3から4までの、一小節あるんだけれども、ここに箱を、さっきは僕が作ってしまったけど、箱作るのはこの鉛筆の道具を持って、はい。はい。それで、今度は下に来て、半小節分、そこはフリーハンドっていうのでいいですよ、一番上の。はい。はい。それで、半小節だから3と4の真ん中までを、こう、シューンとこう、箱書くように、横にスライドさせてみてください。先頭から。そう。で、半分までよ。行き過ぎだぞ。ちょうど半分。上の 3.3。そう。はい。これで、半小節。ああ、ちょっと大きかったから、大きい時は、これ、ここ矢印に持ち替えて、このお尻の方に行ったら、ちょっとアイコンが変わるんですよ。ちょっと一回やってみてくれる？一番お尻のとこに。はい、そう。で、そこで押して、一個だけ、そう。これで、半小節分の枠ができたから、さっきと同じように、また、今度はどこにやってもらうかな、5という領域にやりたいから、ぐり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 回して、F ですね。はい。ハーラードのとこに、で、はい、そこでギューンと、カチンと押すだけ。そう、F。で、次はファーラードやから、ラーやな。うん、そう。うん。それで、でから、ド。うん。なんかそいつだけ小さかったな。ちょっともう一回、消しゴムで消そうか、一番最後。そう。もう一回、先頭のところで。
なんでファラドだけが小さいんや。あ、小さいんじゃないんだ。ファラドがあってて、下がちょっと、後ろすぎたんだ。うん、それも、もうちょっと前。そう、そうそう。まただ。ちょっとだけ、難しいね。そうそう。もうちょっと後ろ。もう微妙やね。そう。ほんで、はい。よしよっしゃ。それでうまくいった。で、これね、ちょっとここはみ出たら、このエリア自身も、また右へ移ってしまったんですよ。ちょっと大きくしましょうか。ほら。一個、はみ出たから。これまた、こう、後ろへこうやってピュッと戻してください。もうちょっと下の方で、そう。それで、はい、そう。うん、で、さっきと同じように、ビャーンと D のキーいっぱい押して、複製しましょうか。はい。そう。はい。これぐらいか。もうちょっとや。はい、行き過ぎた。だいぶ行き過ぎたな、これ。あ、行き過ぎてない。全然行き過ぎてない。間違いや。はい。もう一回、ほんと。よし。次何するんだったっけ？こうしたら、コードに従わなあかんから、左の方にあったとこよ。左の方に、コードに。そう。そこで、はい、そう。はい、いけた。うん。これで、またコードに従ったから、どこででもいいんだけど、これで聞いてみようか。はい、ちょうど。聞くのは下の再生ボタンで。バッチリやん。かっこええやん。ねえ。かっこええわ。バッチリ。ほんでね、ちょっと僕見本のために、こうやって抜いてあったのよ。これなんでか。言うたら、途中でこの歌って三拍子になるところがあるんよね。はい、うん。で、ここのところだけは、ね、ピアノとかもブレイクして音鳴ってなかったりするので、これ消しゴムで、ここ、三拍子になるとこ、この三小節分だけ、上と同じように消してくれへん、消しゴムで。そう。そこは、いいから、うん、一つぐらいいいから、うん。はい。で、ここだけ足らんように なりましたよね。その時はどうしたらいいかっていうと、もう一回この上矢印に持ち替えてください。はい。それで、その隣のやつを同じように一個だけカチンと押して、そして吹く、うん、そう。そうしても伸びへんだね、今ね。もう一回戻してくれる。そう。それで、複製したらいい。D に一回複製してください。そう、はい。ほんで、そっから縮めたら。そう。これでできたから、下のギターの方も消しゴムに持ち替えて、同じやり方で、消してください。そう。で、今度はそこを縮める。だんだん上手になってきたな。はい。そしたら、三拍子のとこもう一個あるんよな、これがな。どこやったかな。あ、三拍子、あ、前だったかな。そう、ここで。よっしゃ、はい。これで、こいつちょっと邪魔だからちょっと、今と全く同じやり方でやってください。うん、今度は前を縮めないといけない。あ、一個。あ、そう、前を縮めて。よしよし、うん、それで、ちょっと、うまいこといけるか。ね。ここからここで。うん。これで、三拍子ができて、もう、これ、見本にしてあったけど、もうこいつは、一個でも邪魔やから、邪魔な時どうしたらいいかって言ったら、ここのところで、
ここに VB ロイヤルって同じのあるわね。先生が先に作ってあったやつ。これの、ここに丸に、手前に丸い玉があるけど、その玉をもう一回押したら消えるのよ。そう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 。これで余計なやつは、こうやって隠しとくっていうことができて、で、ちょっと待ってね、隠す前に音切っとけへん。あ、音切れてる。はい。で、音切ってるとかなんとか言うたのは、ここにね、S とか M とかあるでしょ。これは S っていうのはソロ。こいつは鳴るっていうやつ。で、M はミュートで鳴らないという風になってて、で、これでギターが全部入ったから、ちょっと、でね、さっきからこうやってマウスでこうやって大きいしたらいいとか、小さしたりいいとか言うたでしょ。でも、もっと簡単な方法があって、キーボードの W と E を押したりすると、大きなったり小さなったりするのをちょっと確かめてみてください。ほら。ね。これ方が便利でしょ。うん。うん、はい。で、こうやって、まあ、拡大もできんねんけど、先生も実機にこうやってもうマウスでしてしまう。まあ、マウスの方が便利な時もあるんだけれども、こうやってやってしまうので、で、これでベースとできた。で、今度は最後に、まあ、いくらでも足していけるんだけれども、で、ここにも、まだ残してあって、これドラムとかベースはあるんだけれども、だからじゃあ、もう、桜ちゃんのやってくれたやつの方がかっこいいぐらいだったから、ここにエレキバッキングってあるのと、ベースももういらないから、これ今、グリ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 したこう上行ったりするからね。で、このまず、ベースを隠してもらいましょう。はい。もう一つ、ギター、エレキギター、あ、バッキング、そう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 。はい。これで、だんだんスマートになってきて、買ったミディの音符じゃなくて、桜ちゃんの方が考えてくれたフレーズにだんだん乗り換わっていったわけね。あとは、もう一個だけドラムを入れたいと思います。で、ドラムは、ここにあるので言えば、ファットっていうのがその上にあるでしょう。ファット。はい。それ。うん。それを同じようにまた入れてください。カチッと押して。はい。はい。な、これもどんなかっこいいのがあるのかをさっきの桜ちゃんのいいセンスで合いそうなやつをやってください。これもラッチっていうのがあって、で、ここで、はい。こうやって鳴ってるので、まあ、今でもいいぐらいのやつやけど、でもこれまたここで同じように選択をして、で、ここでこう、はい、選んだら。その感じで、ほな、じゃあここで、この下の、ここの、5つか6つのところで、これのバリエーションを選んでみてください。やっぱりそれ。それする、うん、はい。じゃあ、それと、面白いのが、これ毎回切って、まあ、これに決めるとするね。で、ちょっと、さっきからのとやり方が違って、今どれやったっけ？これ選んでたっけ、うん、はい。これ選んどったら、これの鍵盤の半分より上がちょっとブツブツあるでしょ、これ。ブツブツ。うん、これを押しながら、ここへピューっと持っていくんだけど、ちょっとここ大きくしとくね。大きくしとかんと、入れるとこが違ったらあかんから、これでここにピューっと引っ張って、上が、そうそうそう、それを引っ張っていって、そこへ入れてください。そう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 。はい。な、これで、入るんですけれども、まずこのイントロの始まる A のここのところまでこいつを D で複製してみてください。はい。まあ、超えてもいいですから。はい。
はい。そしたら、普通、まあ音楽やってたらわかると思うんだけど、こういう、じゃあ次の A に入るときにドラムとかだったら、ツータカツータカトコ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 ンとか、いわゆるおかずっていうやつですね。おかずを入れてかっこよく、こっから A メロ始まるぞ、みたいに、するんですけれども、それが、じゃあどうやるかっていうと、これでここをラッチしてこれしといたら、ここの上にフィルっていうのがあって、この黒鍵のところ3つがそういうので、で、押して確かめるのはこの半分のこの黒いとこ、ここをやると、はい、3つの中から選んでください。はい、押してみて。それはそうなるし、うん、それはそうなるし、それしようか。ね。ほんなら、これで一旦止めて、これの上の、この半分の上のそれを、ここに、まあ、ちょうどどんだけ分のフィル、トトトトンがあるかわからんから、まず一回この空いてるところへ引っ張っていってもらおうかな、それを。はい。はい。これをよく見たら、で、こいつちょっとどけておこう。これで、こいつ、ここを見たらどうなってるかっていうと、これ全部一小節分ちゃんとこう音があるから、このデータはだから11、12ってあるけど、この11からのやつはここ一旦消しゴムで消してください、こいつを。はいはい。そしてそのもう一回矢印に持ち替えて、はい。で、それを、その前に詰めてください。はい。はい。そして、さくらちゃんね、これ、ずーっと、かっこいいところ全部やったらいいんだけれども、今日は、他のこともいっぱいやりたいから、こういうふうに、フィルは、こうやって入れるんだとっていう、この1パターンを、今日はまあな、これ覚えたからって言うて、お父さんが同じソフト持ってるわけと違うから、ものすぐ覚えてくれんでもいいんやけども、そういう歌あったなぁぐらいで、で、こっからまた、ここでやったやつをもう一個、もうあとは今日のところは、全部同じにするんで、これをビューンと、さっきのように上側を持って、そう、そうやって入れていってください。で、もう複製バーっとやってまた、はい。はい。はい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 。また行き過ぎた。行き過ぎが。はい。今度は、これまたこうやって選択しておいて、で、消しゴムで、一個消しゴムでピュンと押すだけで、消える。選んどいて、下を押すんですよ。いらんところ。はい。まあ、これで、できたから、なんぼ簡素化する言うても、三拍子のところだけなしにしとくんで、消しゴムでそのまま消してください。はい。この前の方の三拍子のところは、どこ行ったかな、ここを、はい、それで消しておいてください。はい。これで、桜ちゃんがアレンジした3つのパートが入ったわけですね。これでピアノと一回最後まで。今日は後で歌歌うっていうことだったので、自分で今度は一応初めから最後まで再生をして、その間に自分で鼻歌で、どっちで頭の中でいいですから、歌ってずっと最後まで聴いてください。再生して。今再生しよう思っても再生ボタンがあれやから、バッテンで消しといてください。はい。それで再生をしてくれたら、はい。はい。こんな感じにできました。どうですか？すごい。すごいな。すごいね。もうええ言葉言うた。別に、ここはピアノだけやから、このピアノだけは、初めのやつをしたんやけど、お父さんが、ピアノ風取ってくれてあるから、それさえ自分が弾けたら、今と同じ音は
もう作れたと。で、ここは自分がアレンジしたやつやから、で、今他の音は全く鳴らしてないからね。このドラムももういらんようになったから。ここらにいろんなものとかが、入ってて、上手になってきたら自分でさらにもっともっと入れていって、ちゃんとした音楽になってる。でも、今やったようにドラム、ベース、そして、まあ、ギター、でから、まあ、ピアノ。これ、基本やから、いわゆる普通で言うバンドっていうやつよね。バンドの、まあ、そういうスタイルやから、こんだけあれば、まずまずの伴奏が作れると。で、今、ここミュート外したから、それが全部あんねんけど、次、何勉強するかって言うたら、音のバランスをとっていく勉強をします。